このツーショットも貴重ですからね、はい、というわけで本日のゲストはこちら、どうもノモションの矢野智之と、ノモションの星野くですね、よろしくお願いします。出ました、ガスホーンの音を口でやってますお二人10万人突破おめでとうございます。すごいこれ、まずはなんですけど、ちょっとはい、私たちの今着てる新作のですね、はい、ノーモーションのベースボールパーカー、はい、あるので、そうですよね、はい、ノーモーションの、はいはい、書いてます。先月出たことなんですけど、こちらお土産に、お土産にばっかり、一応時田さんは L サイズ、あ、はい、ありがとうございます、よろしければ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ハナさん、なんかちょっとメナに似てる、あ、ちょっとメナ、あ、ほんとメナ RD みたいそうです、メナっぽい、メナっぽい、メナはベースボールですからね、確かに、はい、本当に似てる、メナっぽい、というわけで、あ、すいません、乾杯、乾杯、乾杯です。いやー、乾杯、今日はね、今日芸能人もゲスト来てまして、はい、藤原大佐さん、どうですかこのハイボール、ありがてぇ悪魔的だこのハイボールキンキンに家にやがれよありがてぇ、声量がすげぇ、タクシーの後ろの変な iPad みたいで流れている藤原大佐さんの CM って感じ、ああ、よく出てくる、スカイビュー、クライアントシーン、 ICT ってなんだICT は人が人を思いやるテクノロジーなんだ、まだ見ぬテクノロジーの未来へ、スカイライアントビュー、あ、クライアント自主規制でもこれ言ったら一瞬自主規制しておきました、原田のバーのスポンサーになるかもしれないなるほど、あ、本人どう思ってるんですかね、こんなみんな、なんかでも仕事とか一緒にすると、はいはい、結構優しいみたいですよ、そうなラジオにご呼んでいただいた時は、二度とやるなよお前ら、はい、きっかけがそれまさに学生の頃からやってたんですよ、で、はい、まあお互い、まあ、学年一緒なんですけど、まあ、別に僕北海道で、僕は山口なんですけど、で、まあ、話を聞いていくと、あ、やってたよねっていうあるあるにたどり着くんですけど、先生のモノマネもしてたし、はいはい、ゲームのモノマネ給食時間にやったらみんな喜ぶみたいな、はいはい、だからこういうモノマネ芸人、まあ、そもそもですよ、こういうモノマネ芸人になる人ってどんな人がなるんですかって聞かれるんですけど、はい、学校で先生のモノマネしてたやつが就職しないとこうなるんです、あ、はい、である日フジテレビのオーディション行った時にいろいろな、まあ、さっきの藤原竜也だったりいろんな芸能人のモノマネやった後にブワーって見てるんですよ、5、6人がこう、はい、他ありますか？全然ハマってなくて、マジかつってちゃう、で、つい最近そのオーディションに行く前に、それ一つのネタ見せたらどうですか？で、結構芸人に言われてたんですよ。地上波でゲームのモノマネってでも分かるし受かるかな。最後にいいすかオーディションの時、なんか最後まだありますネタ。じゃああれやるつって。じゃあ一瞬やってみる。じゃあストリートファイターのモノマネって。ラウンドワンってやって、で、You Win ってやった後に審査員の人が。ざわざわしてこれあんまないぞとそれあんま見たことねえよ、ざわめき出した、それ衣装あるんだよねって言われて、衣装作ってないのに、はい、あります、絶対嘘でしょ、絶対ありますよ、嘘、衣装鉄拳タッグ2はこれ面白いって思う人しか残らないゲームだったので、これはちょっと使えないけど、多分ピーインで入るけど、他社さんで言うと、そうですね、そう言われますね、まあ、要はタグ2って評価高いんですよ、未だにタグ2いいって上手い人ほどいるんですよ、上手くてやり込んでる人ほど、で結局ね、そのやれる人にとっては最高なんですけど、他の人がこのゲームが面白いかどうか以前に、あれ俺ついていけないけど、ついていけないのは俺のせいだと思っちゃうんですよ、あー、なるほど、だから黙って去っちゃうんですよ、で普通だったらちょっとうまくやれそうだけどうまくいかない、連敗する、なんだこのクソゲー、もうつまりなんだこのクソゲーと怒ってるうちはもう一声ちょっと変えてあげると、その人はもっと怒ってたけどやっぱり面白いな、なんか、面白くなってきたなっていうのは、普通はちょっと俺程度の腕が手出していいゲームじゃないんだ、このゲームを文句言ったらお前ちゃやり込んでないだけと怒られそうなので見るだけにしようみたいになっちゃって、その結果やれる人だけ残った結果評価がいいんですよ、なるほど、あ、でも言ってることがあるんですよ、一番良くないことです、一番良くなかったです、あの女鉄拳セブンとか
いきなりスタートから賛否両論になったんで、これ多分跳ねるんじゃないかなと思いました。あ、だからやっぱそういうことですよね。本当はね、だから竹虎さんが、あ、そうだ、竹虎さんが小焼作ってほしかったんですけど、はい、いらっしゃらないんで、僕はこれたまたま見つけたんですよ、たこ焼きの缶詰。すごい、あるんですよ。本当だ、はい、切り出したんですよ。業界初なんですって。ですよね、見たことない。業界初なんです、4個入り、なんかバカみたいに高くて、これが4個っすよね。4個しか入ってないのに、はい、なんかもう普通のたこ焼きの値段ぐらいですよ。ららら、結構高い。で、これはどれぐらいになるのか食べたことないんですよ。いただきます。いただきます。そう、はい、ちょっと。もう一個いっちゃった。わ、すげえこれ。いやあ、もう、え、なんだろう、あの、飲むたこ焼きみたいな。ぴったりな表現。はい。たこ焼きの煮物。うん。うん。うん。あれ？美味しいの？嘘。うん。ちょっと待ってよ。2個目が美味しい、ね。2個目が。あ、本当だ。不思議な現象が起きてます。慣れました。これ、なんだろう。あれ？これ、癖になるやつか？これ、ひょっとして、あの、1個目が衝撃的なだけで、うん、2個目から割と、こういうものとして、お酒のおつまみには別に、はい、いけますね、うん。全然なんか、確かに。だって、今、こう、一杯行こうとしてますもんね。いや、これが何よりの証拠ですね。言ってるじゃん。今ね、突き出しとかで出てきそう。うんうん、あ、突き出しだったらありですね。突き出しだったらありですよね。というわけで、ちょっと時々あの急に話変わる。あ、はい。この、まあ、10万人、だいたい期間と動画の本数何本ぐらいで10万人？そう、期間で。あ、そうか。ちょっとごめんなさい、データを確認させていただきます。あんまり意識してないだろう、ね。いや、そうなんですよ。データ見てた？数が取れない。最初、あの、この界隈は3万人がマックスだなっていう話をしてたんですよ。そうなんですか。そう、一番最初にその原田のバーに出演させていただいた時にそういう話になってなったので、へ、3万人を超えるにはどうすればいいんだろうかっていう、でも3年で話だったんですけど、うん、やっぱその新作も、はい、なるほど、ね、なるほど、出ましたし、やっぱこの業界自体が上り調子だったのは、うん、あっという間にマーダースピードで、マーダースピードで、ね、怖いな怖いな怖いな今ね、ちなみに458本上げてて、はい、そんなに、あの、結構上がってるんですよ。あらさん、あっという間に僕ら抜かれてるんで119,000、あともうちょっとで12万人です。えー、すごい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 わ、これはすごいわ。アップロードしなきゃダメだね、うちらアップロードしてないからね。そうそうそう、3ヶ月1回だから。なんか結構そう、周りには言ってもらえるんですよ。僕らは意外と普通でというか、好きですって言ってくれたものに対しては満足して帰ってもらいたいなっていうのがすごくあって、だから会場の時間とかがあったらあれなんですけど、時間が許すんであれば別に結構いくらでもやっちゃうというか。そうですね、フォロワーさんで急に友達になってもらっていいですかって来て、あ、いいですよって返して、うん、1ヶ月後にはその人の家でごちそうになってますからね。それは近いな。それはちょっと違うんですけど、うん、僕の思ってるのと違うんですけど、他お二人でも見てるからなかなか友達でもやらないなかなか家まで行って俺、桜井さん家で飯食うのに15年ぐらいかかる。一回始まっちゃうと、うん、並んでくるんですよ。最初みんなシャイで来ないけど、誰かがやるといい。一回やると、あ、OK なんだ。あ、そうかそうかそうか。なるほどなるほど。一人許しちゃうとってことですね。時とはだってね、特にイベント会場だと、一人 OK ねって言って、今言ったみたいに行列ついて、あれって、どこで切ってんの？俺いつも眺めて、いや、あの、ほっとくと、ほっとくと切れない。でも、やっぱ試合の時間が始まっちゃうから、そうそうそう、確かにそっち優先なので、うん、それ以外はもう終わるまでやったりしますけど、ね、優しい、切るのも心苦しいし、なんか、フィリピンにだってあの道人選手とか AK 選手とか全部あのデュルテ大統領の時に大統領に呼ばれて表彰されてるんですよ。そう、国からに、国から表彰されてるんですよ。 で、ね、でなんかお家を2軒建てましたみたいな、え、俺もう2軒とか建たないのにみたいな。
キーが立たないのに。どういうことみたいな。鉄拳作ってても別に家とか立たないけど、どうなってんの。不思議なレートの。じゃあお前のキャラなんなとか言いたくなるんですよね、なんかね。ガシャガシャ。えいっつって。夢があります。神様の力だっつって。お前のキャラなくしてやれ。えい。ゴロゴロドーン。ハラダの場めちゃくちゃ面白いですよね。下手した国際問題なんだよ。いやだからそれこそね、オリンピックとかに採用されたらやっぱそのルール決めれるのって、うん、メーカーさんの力が。あーなるほど、レギュレーションをね、そこはどうするんだろうなっていうのは、ね、考えながら一応過ごしてます。そうだね、だからメーカーとつながりあったりとかさ、なんか時々眼流使うときにこれをなんで眼流ですか。眼流にして眼流、お前とみたいに眼流が出るから。そっからそうそうそう、みんなびっくりするから。ただね、だから時々はかなり気をつけてるらしいんですよ、やっぱり。いや、大変つらそう。メリットがないですからね、こっちは。だから時々はね、本当に言わないんですよ。どのゲームやっても、あの時々あの番組というかライブだな、ライブで自分が練習してた時見てみると、うん、おっとこれはこれはちょっと、あ、まあ今なんとかかーとか言ってるけど、ちょっとうまくガス、マイルドにね、そうマイルドにね、いやもう意識高いですよ、時々さん、本当に。俺はっつって、ね、でもそうか、なんとかには弱いからなみたいなことを言ってみたりして、うまくマイルドにしてるんですけど、やっぱりあの。プロプレイヤーの中には鉄拳に限らずですよ、うん、あのやっぱいるんですよ。上手くて実績のある人はチューニングに対しても意見を言える立場だという立場を取ってる人もいるわけですよ。なるほどなるほど。なぜなら我々が一番分かってるのだから。でも、うん、我々からすればお客さんって、うん、全員なわけだし、確かに確かに、その上手い下手に関係なく、いやーすげー深いこれ、ね、上位の人の中で言うバランスと、そのみんながそうそうなんですよ、争ってるバランスとでは違うわけだから、うん、その競技シーンのあのエンジョイ勢とプロシーンで戦う人で、そうそうそう、絶対そのランクが変わってくるし、なぜならこれが使える使えないかとか、そこら辺が分かんないけども、今もう動画とかがすごく普及しちゃったから、それを信じて頭でっかちになっちゃってるプレイヤーも多いですよね。そうなんですよ。だから鉄拳なんて、あの8リリースした時みんなクマなんて、もうネタキャラだネタキャラだ、クマなんか全然勝てないよ、うん、なんでクマとかもうちょっとちゃんと作って真面目に作れ原田ぐらいのことをずっと言われてたのに、ランチューがクマで大暴れし始めたら、うん、全員なんでなんな強く作ったんだ、そもそも人間じゃないとか、なんか根本的なことを責められるようになってきて、もう吉光剣持ってますし、そもそも人間じゃないキャラをその優先してデフォルトに入れることでこんなことが起きているぐらいのことを言ってくる人がいて、お前一昨日ぐらいまでお前らこんなネタキャラをとか言って、同じやつではない、ランチしか活躍しとらんやんけって思うんですけど、鉄拳ワンのおかげでプレイステーション手に入ったんですよ。ああそうなんですね。なんかその大会で北海道の上手い人のポール見てて、うん、あこいつっつってその人を真似するようになって、で高校行ったらなんか学園祭で鉄拳大会だったんですよ、はい、そう参加したら優勝しちゃって、優勝プロステーション本体ですって、あそれでもらったんですか、鉄拳ありがとうございます。鉄拳はねそういうきっかけの人多いんですよ。一生ポンケ打つらしいです。これだったら鉄拳はもうポンケなんか全然全然強くない部類ですよ。あマジですか。もうあのラウンド1って言ってる時にもうすでに有利なのがキングです。キングは、はい、あの縦に投げボタンは連打とかじゃなくて、はい、あの投げボタンを縦にずっと押しとくと開幕最速で投げが出るんですけど、へそれが要は投げ抜けもないし、ああそうなんですね。で、要はもう知らなかった、もうラウンド1って言ってる時点で実はキング有利から始まってるんですめちゃくちゃおもろいじゃないですか。で何やっても基本ダメなんですけど、あの唯一もうタイキングで一番いいセオリーは斜め後ろを斜めバックジャンプをバックジャンプ入れっぱなしする。そうするとそうすると飛ぼうとして結局投げに掴まれるんですけど、はい、それがあの空中でふわっていうあピンク色のエフェクトがふわっていって、はい、ボトンって落ちるところからダウンするからさ、なるほど、それ以外はもう全部投げられる、それ以外は基本的に投げられるし、要はしゃがんでたらもっとひどい目に遭うし、なるほど、あとキングはエルボーを見たら、はい、ガードしたら負けですもん、終わりです、
はあ、ガードしたらいろいろ入るんで、はあ、あのガードを見たら斜め前にこうやってだキングのワンツー食らった後はガードした後はエルボーが来そうだったら食らった方が早く動けるので、はい、あそんなんばかりですよ。2、7を見せ切りも来たら前にコンって言うんですよ。なるほど、2、7を見せ切りは前に見えたらポンって前にとか、もう僕らは大体鉄拳1上手いやつは2、7の浴びせ蹴りを見て前に入れるかどうかで判断する。あ、なるほど。あ、こいつ分かってんだ。そうそうそう。食らうかどうかで。食らわなかったらもっとひどい目に遭うんで。あ、鉄拳ってね、食ら、あの、ガードした方がひどい目に遭うっていうのがすごいいっぱいあるんですよ。そういう格ゲーだったはずなのに、なんか知らんけど、みんなあの、たった1フレームぐらいでなんか。今はもうだから、パッチノートに。いいスポーツですよ、まさに。パッチノートにプラス2とか書いてある。今日もリディアの発表して、これはこの技はプラス2有利ですって言って、プラス 2! ってすっごい反応してるんですけど、いやいや、まあ、ニューヨーの浴びせ蹴り見たらレバー前に入れろって言われるの どっちがいいんだろうって思いました。ワンの時って声優さんっていうのはあれ頼んでたんですか？ああ、一応いますよ。えただやっぱり、はい、その社内でいろいろ済ますことも多くて、はい、で僕も結構、例えばローの声とかは、はい、鉄拳の鉄剣6までは僕の声なんです。アローっていうアカーって言ってるやつ、6までやってたんですか？うわーとかアチャーとか言ってるのあれ全部僕なんです。めちゃくちゃ今鳥肌立った。タック2で変えたんですけど、はい、あと吉光も僕だったり、サウンドの人だったりいくつか混じってたり、あと鉄拳1のエンディングでキングのなんか、はい、あ子供たちが子供たち全部はアニメーションスタッフでさ、あちょっとあれよく人間、そうそう、人間なんですよ。大人あのちっちゃくしてアニメーションでみんなエプロンとかなんとかしてるでしょ、はいはいはい、あの電磁波防止エプロンをしてるんですよ全然子供じゃないじゃないですか。当時流行りのモニターからの電磁波を防げるわけがないんだよ。いや、もう一回見てエンディング。あそこでわーってやってるのがアニメーションスタッフと、そのアニメーションリーダーのやってた人と、だからあの二人とかも映ってます。大丈夫、言わないで触ってもらってもらってちょっとドキッとしてんじゃないか。確認できるわけですからね。確認できますよ、僕は。うわーポールじゃね。キングの周りでやってるって、これやべえな、この話これ絶対これですね。使いますよ。いや使うかい。面白いなぁ。あんまりアミスターの音なら流されてる。吉光もやってたんですか？吉光も混じって、吉光さんで混じってるんですよ。あの結構サウナの人とかいろんな人。僕あの吉光の攻撃でヘオって言うじゃないですか。ヘオって。あれはね、あれはちゃんとした声優さんの声なんです。笑っちゃったって勝ちポーズで吉光ウィーンズヘオ、いやヘオテヘオテヘオテってヘオ、子供の頃にキラーヘオテいやっていう、なんか気合を入れてんのに変なエコーがかかってる。それでそういう風に聞こえるかみたいなのにエコーかかってるっていう。ストリートファイターも僕がやっぱりそのストリートファイターの時ギリギリ僕大学生じゃないですか、うんうん、でもうすぐ業界入ったじゃないですか、はい、で業界入ったらやっぱりこう業界の人たちと会えるので、はい、あの僕はやっぱり鉄拳とかバーッと作り始めた頃にちょうどそのいわゆるストリートファイター作ってた西谷さん、西谷さん、はい、あとその今アリカの副社長の三原さんとか、はい、あの辺やっぱ聞く機会があったんで、はい、真っ先に聞いたのがそもそもあのなんであれちゃんとタイガーってタイガーアッパーカーってのアイガーアイガー言ってるんですか？アイガーアイガーなんかもうガイルに至ってはなんか、はい、ブーンナメックフームみたいな、なんかアネキストフームみたいな何を言ってるんですか、なんでああなっちゃったんですかってみたいな聞き方をしてしまったんですけど、はい、そしたらまあ当たり前なんですけど、まあメモリがね、うん、限られてるし、そのもう秒数も限られてるんですよ。だから切ってんですって、あれってちゃんと言ったのはもう頭とケツほぼちゃんと言ってる。タイガーってのもタがほぼ切れてるんですよ。なるほど、前後を切って短くせざるを得なくなるギリギリのところで容量だからうなうなってターのアーから始まるんですよ。はいガーッつって、あそんな長いのできなかったから。僕もあのスーファミ版の画廊伝説スペシャル買ったんですけど、あれすごかった。タンフールの昇波が普通昇波なんですけど、かっこいいのに弱パンチがハッハッって言うんですけど、昇波
着板の声だ。そう一番気候が出て威力高いはずなのに、ショウ？はっ弱って。あれ工夫なんですよ。工夫なんです。容量ちょっと。でもいやだってあれスーファミの時の画廊伝説スペシャルとかまだいいですけど、はい、最初の画廊伝説わかるんですか？だけどだから、はい、あれやばくなかったですか？あれは本当に。パワーウェーブとか。ウーピッ。そんなんでしたっけ？ウーピッ。ウーピッ。バンナクドがプイーって言うんだよ。スーファミ版ですか？スーファミ版で。ウーピッピッ。なんかビーポーみたいな感じなんですよね。ビーポー。だからあれやもんね、負けた時も、うん、ふわふわふわ、そうそうそう、ふわふわピョンピョンつって、これは何が起きてるんだ？いいや、いいや。けど、そろそろじゃあそのエボあたりから飛び回って気合を入れる感じですか？そうですね。でももうこれまでも結構いろんなところを行かしてもらったりとか、うん、ベルギー行ったりとか、うん、まあ、韓国もこの前行かしてもらいましたし、オーストラリアで、これからだとエボ、まずいつから行かれます？エボは木曜日に、木曜日から行きますね。だからちょっと他のスタッフはもう水曜とかから行ってたりするんだけど、俺ちょっと用事あるんで、ちょっと一日ちょっと木曜から入ります。エボあって、あとサウジアラビア、あ、そうだ、あの例のね、例の大会です。例の大会、スポーツワールドカップと名を変えて、あ、じゃあ賞金すごいんですよ。いくらなんですか？だからそれがさっき言った、さっき5000万6000万そうの世界のやつです。とんでもないよね、あれすごいですね。でもチームとかの賞金もっと高いらしいですけどね。そうだから、そのチームが なかなか有望そうな個人にうちのチーム勝てるようにするために結構スカウトヘッドハンディングされたりとかっていうのが今世界で、鉄拳はだから前回はチーム戦だったので1億やつです、はいはい、今回はだから個人でいわゆる6000万あ、じゃあでかいですね、感じなんで、もうみんな枠をすごい競ってて、別にワールドツアーのポイントもね何もあるわけじゃないんですけど、やっぱ賞金でかいからプロプロはいっちゃいますよね、そっち。いやでも勝てそうなの？なかなか難しいと思います。今ほら例えば鉄拳の8ってまだ出て1年目というのもあって、いろんなキャラとかいろんな選手がこう、あの前回優勝した人がなぜかベスト8にも入らないみたいなことが、はい、あれ荒れてるというか、まあまああるあるなんですけど、ストリートファイターどうなんですか？もうちょっと見えてきたんですか？こうなんかこいつが強いとか、このそれはまあ見えてますね。見えてますけど、でもザラです。前回優勝した人がトップ8に入らないっていうのはやっぱりそれはある。確かに全然、じゃあ逆に言うと全然チャンスあるわけだよね。 あると思います、はい、エボはぶっちゃけ優勝も目指していくわけでしょ？まあもちろん去年よりは高い順位をまず目指して、なるほど、ね、俺もう楽しい、あれしよう、会場で俺バーってサイン求められるためにあそこに時々がみんな時々がいるよ、時々に全員行かせて金ばらまいてわーって行かすみたいな。やっぱりエボっていう大会は僕それも楽しみで、それも仕事ですし、それも楽しみで、確かにね。じゃあ俺とずっとこうやってよ、もうすごい来るよ、待ち合わせ場所みたいな。でもこのスリーショット確かに撮ったことないかもみたいなやつが、なんか確かに。いやあのコーチングってどうなの？コーチングは一応あるよね、なんか1分以内とかね。とかはそう、なんか TWT は確かに、うん、結構いや1分以内って言ってるけど、うん、1分以上やってるように見えるんだよ。ああ、まあ確かに。まあでもまあ、ね、まあそこは細かく。でもコーチングストリート入ったらどうなの？あり、ね、やってるよね。コーチングはオッケーのところが多いと思う。多いよね。やってる。あのみんな大体、流れが切れるからっていう理由が一番大きいと僕は思ってるんですけど、うん、勝手に。そのやっぱ2連勝とかして、そのまま行かれるよりも、一回タイムストップして、コーチングして、ちょっと流れを変えるみたいなね。でもあれは聞きますよ。うん、でもコーチング聞くの？コーチング聞きます。でも自分でやってると、特に僕そうなんですけど、やっぱそこに入っちゃって、なんで負けてるのかっていうのが、あそこ周りが見えなくなっちゃう。見直さないと分かんないですよ。でも見直す時間は、さすがにないですから。なるほど。え、時々ってコーチング誰かにお願いしてるわけ？お願いした時期はあります。うん、今はやってもらってないですけど。じゃあ僕、エボで勝手にコーチングするんですよ。勝手にするもんじゃないですよ。それ、あれどうなるんでしょうね。僕が、これベスト8。しかもわけわかんないです。だって、僕が出るのストリートファイターで、なんで？でも僕が、時々こうやり始めたら、多分。絶対ストップ来るでしょ。すごいざわつくじゃないですか。この後に動き良くなってなおさらすよね。何があったんだ、何を言ったんだろうな。鉄拳実はあのキャラ発表する。
動揺したって逆に全然耐えくれてないっつってなんすか普通あのキャラ出るか知らない前の妹出すからいたんだえどんなやつだろうってそう動揺しますよねでもそれで負けたら多分俺がすごい戦戦りますねそれは逆に優勝したらさもう優勝したら多分そうそうそう俺のコーチングがすごい引っ張りだこになりますよ、はい、何を言ったんだっていうスレッドが立ちます本当にわっさらだっつってすげえもう勝ちそうだったらコーチングしに行くわじゃお願いしますいいの、お願いしちゃっていいの漁夫取りじゃないですかコーチングを用意しとくってことですか、まあ、それはそれはやりたいと思ってますあやりたいと思ってただ今ちょっと現状で問題があるのは、うん、僕はなんていうかやっぱ同じ、まあ、土俵で戦えるぐらいの人のアドバイスを聞きたいなとは思ってますよ、うん、でその人たちってやっぱ自分選手としてやりたいと、うん、今この e スポーツに整ってきてる中で、うん、だからまあ、コーチング専属にっていうのはやっぱり難しいよねっていうふうに、ん、そうかだから前やってたある意味ライバルになっちゃうそうです、うん、前俺だったら大丈夫じゃないライバル原田さんだったら原田さんストリートファイターで有益な情報同じ土俵というか同じ壇上には登るいやいやそういうことじゃないそうですねもう原田さん P の大喜利ですからね次何言うかなっていうあのこのステージ実はですね一番コストかかってない開発者面白いそういうことばっかり言うめちゃくちゃおもろいよ実はモデリング一番安いステージここだからそういうことは言えるよ時間限られてる中にどう使うかって超重要だなと思っててそうかそうかやっぱり自分を落ち着かせて次の試合になんか策を切り出さないといけないから、うんまあ、そこの時間をねでも制作費の話聞いたら落ち着くだからあり得るとしたらあのどうしてももう頭を一回真っ白にして気分転換したいみたいなぐらいの時だったら全然そうですね、うん、初めの一歩でもそういうシーンあったしねあったあったあった相手に動揺を与えたいとああ確かに相手は多分相当動揺するじゃないですかこれは、はい、確かに意味わかんないもんねパニクルでなんか1ラウンドその後取った時に僕は後ろからそういうことと言ってあなんかアドバイス当たっちゃうんだってなるそういうこと言った日には相手はなんかやばいやばいって言ってますよえどういうことだろう原田スキーはそういうことってどういうことだろう鉄拳だけじゃなくストリートファイターにも実は詳しいのかな